北陸鉄道も、波2300系電車は、かつて、北陸鉄道に在籍していた、路面電車用車両である。同社金沢市内線廃止後の1967年に、豊橋鉄道に譲渡された。入線当初はも300型と称したが、1968年にも3300型に改正、改装、2000年まで使用された。 1961年3月に日本車両製造でモハ2301.2302の2両が申請された。金沢市内線としては最後の申請車両である。車体は全構成で前作のモハ2200型に類似するが、駆動方式は吊り掛け駆動ながら、関節制御で4個モーターによる全軸駆動、オイルダンパ付け、エリゴバネ。 男性車輪仕様の防振台車、電気ブレーキ常用、空気ブレーキのセルフラップ式ブレーキ弁など、静粛性と乗り心地の良さなどの面で高水準の車両であった。ただし、金沢市内線の規格に合わせて製造されたことから、福音が小さく、定員の少ないに、扉車であった。しかし、1967年に金沢市内線は廃線となったため、 本形式の北陸鉄道在籍は製造後わずか6年に終わり2両揃って豊橋鉄道へ譲渡されることとなった。豊橋鉄道へは1967年5月26日に入線し、前述のように当初はもう300型と称した。製造が比較的新しかったため、入線時の改造は続行等の設置など小規模な改造にとどまった。 塗装も北陸鉄道時代のままで、上部が、クリーム、下部がピンクであった。パンタグラフが当初より装着されていたことや、明るい塗装も、相まって、東田本線の車両の中では一際異彩を放った。その後、1968年11月1日付の、改版により、もう33 3300K3301.3302、と解消、改版された。 1971年11月30日にはワンマン運転対応車として登場した。ワンマン化改造ではバックミラーブレーキとバンパー、全消灯下のワンマン表示板などが取り付けられた。この改造では塗装は変更されなかったが、1972年11月から1973年1月にかけて、 ストロークリーム地に赤い帯を巻く、新豊か鉄色に変更された。また、塗装変更と同時に運転台正面の中央窓に、通風口が取り付けられ、窓の形状が変わった。1977年には、単線区間の閉塞方式変更に伴って、パンタグラフが、運転台寄りから中央に移設された。1990年以降は、塗装が、 全面広告に変更されている。路面電車としては高性能かつ車例が、比較的新しいことで、豊橋での運用が続いたが、道路線で運行されているも3100型やも3200型が、次々と冷房化改造を受けるようになったものの、も3300型は、小型ゆえに冷房改造が困難であったことから、囲碁予備車として赤い和口車庫で休むことが多くなった。 1999年にも3500系2両が入線するとも3300系の存在意義はなくなり2000年3月に廃車された運用を終了前再び北陸鉄道金沢市内線在籍時の姿に戻されさよなら運転が行われた鉄道総合技術研究所構内の3301 鉄道総合技術研究所構内の3302。廃車後は車庫に留置されていたが、鉄道愛好者団体の協力によって、アメリカ入りの一周の鉄道博物館へ寄贈が計画、実現されようとしていた。しかし、同時多発テロ発生による影響からアメリカへの寄贈は白紙となった。その後、車両は、 鉄道総合技術研究所へ譲渡され、2003年8月に運動エネルギーの回収率を向上させる研究開発過程の実験者として、河川レスバッテリートラムに改造され、実験走行に成功した。この改造の際にモーターを含む電気機器の多くが新たに専用で用意された一方、台車は損置されたがゆえに駆動方式は吊り掛け式のままである。 2005年には、河川、バッテリーによる、ハイブリッド電車の実験車に改造され、実験走行に使用された。その後、一両が、栃木県の中川清流鉄道保存会で保存された。1999年3月1日現在の、所言を示す。豊橋鉄道も3300系電車に関する、カテゴリー。ありがとうございます。